おーざけたーるこもさん、みさん、こんにちは、うみこです。今日は誰かに名前を聞く時ときと、名前を言うときの表現をご紹介したいと思います。コモテじゃーます。コモテじゃーますと聞かれて、メジャーもえみこという言い方はご存知ですよね。もちろんこれも自然に使うフレーズです。友達の誕生日パーティーに行って、知らない子がいたら声をかけて、コモテじゃーますと聞いたりします。 もう一つよく耳にする言い方があります。クワルエス・ドゥ・ノンブレ。クワルエス・ドゥ・ノンブレ。例えば、アメリカとかでもそうだと思うんですが、スターバックスでドリンクを注文すると名前を聞かれます。店員さんが名前にカップを書いてくれて、ドリンクができたら名前を呼んでくれる仕組みになっています。他にも、長距離バスや飛行機の予約をするときに、お名前はという感じで、クアルエス・トゥ・ノンブレと聞かれることが多いです。 クアルエス・ドゥ・ノンブレと聞かれたら、ミノンブレ・エスって答えます。ミノンブレ・エス・エミコ。この時にアルファベットでスペルを言えるとスムーズです。ミノンブレ・エス・エミコ。A-M-E-K-O という感じ。私の名前はシンプルなのであんまり困らないんですけどね。 スペイン語のアルファベットは英語と読み方が違うので少しややこしいですよね。初めから全部覚えなくても、せめて自分の名前のスペルが言えれば十分だと思います。クアルエストゥノンブレと聞かれて、エミコとだけ答えても大丈夫です。とりあえずノンブレというのが聞き取れたら十分会話は成立です。ちなみにスペイン語で名字はアペジードと言います。 高級なレストランだと予約の時に名字を聞かれることもあるので、クアールエス・トゥ・アペジドと聞かれたら、ミ・アペジド・エス・高橋とか、ミ・アペジド・エス・タナカのように答えてくださいね。今日は名前に関するレッスンでした。むちゃすぐらーしゃすぷるべるみビデオ。ちゃお